なんとかこの親番を生かしたいのが宮内です。戸川三層です。茶月の三色がね見えますよね、デキメンツはありません。池澤です。大谷はペイはおたかぜアンコ。まあ、宮内さんの動向を見てって形になりそうですね。大谷さんは、はい、宮内さんがこうあんまり早くなさそうだったら先手取れたらありつつかもしれないですよね。まずその動向を一番注目しているのが宮内ということですね。まあ親にね補助するのはやはりね、打点もついてきてしまいますし、さあ早いですね。あんなペンちゃんをスッと引けるんですね。おそらくもう好調は意識してると思うんですよ ね、 本当ですよね、はい、いいと思ってるはずです、これでペン三層とかすんなり引けるようならもうね、ドラのね、しかも、はい、もうほぼ上がりみたいなもんじゃないですか。そうですね、言い過ぎですかね。いや、そんなことないと思いますよですよねって思って、どうしてもなんかそう見えてしまう、ね、という ね、 そうですよね、今までの流れ、はい、あ、勝ったんですね。おお、今度でもピンズの方が伸びていくとなるとドラ受けどうしますか。切る手もあります。しかし形は悪いんですが、このペン三層は残しています。まあ天牌打牌をペンにしたいってことですよね。そうですか、より安全に、うん、ただイーソリアンソの縦引きに関しては、はい、リーチ打つっていうのも当然ありますよね、うん、2枚切れですけど、半量は2枚切れ、いいチャンテンですけどね。ああ言ったり来ましたね。タイヤの方に行きました。そして大谷は3万つもぎりです。ドラの3層を使ってるのは池澤だけですね。そうなんですよね。だから3層いるんですよね。池澤さんこれは嬉しいですよ。はい。リャンマン切るかな。お、ローソー。おー。マンズの形はもう一つ何か変化するということですか。あの宮内さんの現物だからですかね。あ、うん、変化はピンズだけ、リャンマンは安全牌って形にしましたね、はい、なるほど、うん、さあ二刺しの三色だこれで。あ、それも取りますね。これそうですね、闇点、闇点なんですか。魚谷さんの現物だからですか。まあ、ただ上がりますよね、どこから出ても。あ、山には1枚、この闇点上がることができるか。池澤です。うわ、木さんに吸収、これ で、 本当ですね、はい、これで出ないですか。はい、このドラの三層目立ちますね。あ、うん、宮内さんの六七八もね決まるといいんですけどね、魚谷さんもそこまでもう行かなくてもいいって思ってるかもしれないですね。ワーリーズですね。さあこれで3色転牌、宮内ピンフ3色、残りは3枚、高めのパーソーが2枚ですか、はい、しっかりと手を作りました。まあ、宮内さんの立場からするとこうやってね手を作ってね、リーチリーチと行きたいところですけど、そうなると池澤どうする。これはね3面ちゃんでリーチもあるかと。まあ、3色にこだわらずここは町の広さで。そうですね、リャンマンも馬も現物なので、はい、上がりやすさですか。あー、リーチ打った、うん、
炭酸マンこっそり闇店だったんですが、ここで追いかける位置です。結構いますね、サブロー9万一発目いた、一発も、わー、すごい羽根マンですか。ああ、3連6戦、力強い羽根マンの上がりをものにしました。池澤です。これでトンバ終了。